皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キーコちゃんです。あということで、マモン10進化おめでとう。大して使えないって技だよね、マモンは。うん、飛行アンチ16マリア、アンチ減速壁、最近減速壁めちゃくちゃ押さない？なんかそのイメージ強くない？最近 X フラッグさん急に減速壁増やしたよね。で、ソウルスティール、まあソウルスティール悪くないね。で、友情コンボが調教フレアと調教防御ダウンブラスト、これはどうなんでしょうね。うん、で、貫通タイプに関しては通常のマモンと変わんねえか。じゃあ早速、山竹ゼロに使えるってことなんで使っていきたいと思います。強いかな。喉がガサガサ。さあ、見た目はかっこいいな、シンプルに。防御ダウンブラストね。ソウルスティールがエロいよな、普通に。あれ、そっか、いいね、なかなか。いきます。なるほど、過激積んだが良さそうだな。で、これはあれだな、飛行しか持ってないから地雷は早期決着が望まれるやつだな。恐ろしい話だ。一回踏んで上で返す、素晴らしい。で、ファーストね。喉やば、どうしたこれ、ガサガサなんだけど急に。おお、いいじゃんいいじゃん、完全に喉がガサガサ。ハッペ、何さらすねん、強っ、それは強いわ。オッケーオッケーオッケー、やりますね。お、剣が出た、これはいいね。うん、でもなんか今のところ特に豪絶とかで使えるわけじゃないから、尖ってんのかっつったら尖ってないんじゃないかなこれ。いや、わかんないよ、今後どうなるかわからんけども、今のところ特出するべきキャラではないんじゃないかな。モンスターよ、まさか。マモンってなんかモンストスタジアムで使ってるイメージあるな、みんなが。うん、ナイス。で、フォース倒して、で、左が地雷だろ、で、縦勘でいいじゃないか。ちょっと戻ってる、オッケー、近いのはあるだろ、で、縦勘だ。うん、なるほどな。セカンド、そろそろ SS がもう2段階目までたまるから、2段階たまったらちょっといろいろやってみようか。これ強いんじゃない、その横勘、これやばいんじゃない。うわっ、位置取りが神、まず位置取りが神ってだ。嘘やこれ、めちゃめちゃ強いじゃんこれ。やめてくれないかな、ちょっと痛いんですけど。まだボスじゃねえ、長えなこれ。さあ、そしたらそこね、はいはいはい、横から上がっていくシステムで採用だな。左に向けて当てて、強え、それは強え、喉もやべえ、どうなってんだこれ。あとちょっと、おい、さすがの運極マモンですね、クリちゃんが飛び出しました。セカンド、あ、もう溜まったじゃん。さあ、こっからは、いや、いや、全然うまく活用できる気がしないこの位置は。待って、強くね、なんだこれ、なんか逆にこう遊んでもいい気がする俺。なんか防御ダウンブラストが強すぎる。待って、ちょっと強くないこれ、ちょっと強くない。あ、これ右やばい、右やばい、いや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 、あーす、危ねえこれ、ゼロ抜けじゃん、何してんの本当に、怖っ、めちゃくちゃ怖いんですけど、大丈夫さこれ。使いますけどね、またこのまま。おーおーおーおおおい、え、それ当たる、当たるかーい、強いねマジで、それはエロいなーと思っちゃうよ俺。いいの、それ強いわ、倒すんじゃない俺。西を平らげたと思えば、こたびは東か。そう、東だよ。
いや強いわ。セカンドオポチュニティ、ボーンってやる。やっかいしょ。つえあんたつえ。なんて言ったの結構さ、縦缶ちょっと右通りいいんじゃない。もはや当たるも当たる当たる、全然当たる。アボンっつって、アボンする、アボン。え待って、これ強すぎ。バルタムだよ、終わりじゃない。強っ。えフレアと超強防御ダウンブラストのこのコンビネーション、マジマジだね。うん、いや結構強いと思いましたね。6分ぐらいで倒しちゃったんじゃない。うん、今日喉ね、イガラっぽくて申し訳なかったんだけども、引きついてならない声だったと思うんだけどね。あー素晴らしい。あ、4分55秒で通した、まあ、5分切れるんだったら全然使えたもんじゃないこれ。うん、使えたもん、まあもん。